鹿児島城西のマウンドには今大会3試合で抜群の安定感を誇る足谷原。低めに丁寧にボールを集め湘南打線を寄せつけません。一方湘南は今大会初登板の小峰が先発。速球を中心に力強い投球で要所を締め、序盤はスコアボードに両者ゼロが並びます。試合は5回2アウトから湘南の1番茶園。大会23号の一発で湘南が先制します。鹿児島城西はその後1点を失い、2点を追いかける6回ランナー1人を置いて3番陽生。ライトへ上がった、上がって下がってどうだ、見送った。春の決勝鴨池に見事なアーチをかけました。2対2の同点です。追いつかれた湘南は8回に2アウトランナー2塁から途中出場の有村がレフトへタイムリー。終盤に福平の一打で勝ち越しました。するとその裏、2アウトランナーなしの場面で鹿児島城西先ほどホームランの明瀬が申告敬遠で歩かされ、4番の池野が打席へ。あの場面で申告敬遠があるなってちょっと自分で思ってたんで、もう自分が打つしかないなと思ってもう準備しました。2球目、池野の痛烈な打球は左中間を破り、明瀬が一気にホームイン。4番が意地を見せ同点に追いつきます。どちらに流れが転ぶか全くわからない決勝戦は大詰めの9回、城西が8番米倉、9番田畑と連打で一打サヨナラのチャンスを作ると、打席には今日ここまでノーヒットの濱田。センターへ抜けた、鹿児島城西サヨナラ。11年ぶりの鹿児島の頂点に立ちました。粘り強く食らいついた鹿児島城西が22大会ぶり4度目の優勝を飾りました。自分のスイングを信じて打ちました。決めた後やっぱ嬉しかったです。負けたチームの分まで自分たちが背負って九州で優勝できるように頑張りたいと思います。優勝した鹿児島城西は今月22日熊本で開幕する九州大会に出場します。